はいどうも、ダルクラスでございます。さあ、9月になりましたので、ウルトラマンおもちゃ情報を見ていきたいと思います。まずは、ウルトラマンアークから、ズンズン。まずは、9月7日、ヨドバシカメラ限定、ウルトラ怪獣シリーズ EX ネロンがクリアバージョンでございます。これ、合わせてだったんだね。っていうのを、今、次回予告を見て分かりましたね。次回ね、ネロンが登場ということで、透明怪獣ネロンがのこの透明をですね、再現したというものでございます。ヨドバシカメラ限定っていうところで私はオンラインの方で予約しております。届くと思います。楽しみですね。クリアになってもかっこいい。9月の14日ついに来ました、ウルトラ怪獣シリーズ222ノイズラでございます。いや、やっと長かったですね。ウルトラ怪獣擬人化計画でクラウドファンディングで、着ぐるみ化してからですね、ようやくメイン回でございます。まあ、デッカーにも出てきたけどね、なんかこう底火も出なかったしっていうところでね、やっとなんかちゃんとメイン回作られて嬉しいなと思います。770円っていうところで、9月の14日発売でございます。楽しみです、ノイズラちゃん。続きまして、9月21日、ウルトラ怪獣アドバンスよりギバスでございます。こちらね、前後編でね、登場する謎のロボットというところで、ツーウェイ変形、ブルーと、土色って言うんですかっていうところで、ギバスとギバスグラップルモードっていうところですね、上半身を回してモードチェンジっていうところで、ギミックマシマシの大迫力 185mm っていうところで、アドバンスシリーズで登場でございます。楽しみですね。このね、夕日のね、佇むカットがさ、オープニングからめちゃくちゃかっこよかったから、かなり楽しみなのと、あとデザインがね、すでに人気高いですね、ギバスね、っていうところで、こちら2750円というところで、9月の21日発売でございます。楽しみですね。といったところで、ウルトラマンアーク関連からは、ここまででございます。あとは10月ですね。さあ、続き行きましょう。続きましてが、食玩でございます。さあ、食玩のウルトラマンアイテムは何が出るんでしょうか。あー、そっか、仮面ライダーが出るから、仮面ライダー系が多いっすね。ずん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 、ちいかわだ。なんだ、もう、朝かと。はい、来ました。コンバージュシリーズからウルトラマン、10段。めちゃくちゃ出てますね。あ、帰ってきたウルトラマンがいる。ウルトラマンアークに、あ、行っちゃった。ウルトラマンゼロー、そして、カイザーベリアル。傷の感じがいいです。あ、マントのこの造形とか、いいですね。そして帰ってきたウルトラマン。ブレスレットつけてるし、行っちゃった。そしてピグモン。ピグモンね、このコンバージのサイズめちゃくちゃいいですね。そしてエレキング。このスチードを再現した角度いいですね。可愛らしい。そしてグドン。あ、グドンちょっとこう平成チックで、メビウスに出たような造形でかっこいいのと、そしてツインテ、あ、ツインテでもこの顔のデフォルメ具合可愛いですねっていうところの、2、4、6、8、はい、8種類でございます。ゼロとベリアルがお互いマント付きで出てるのがボリュームがあって睨み合わせるとすごく良さそうですね。お互いマント付けてるから威厳もあってね、めちゃくちゃかっこいいのと、あと個人的な帰ってきたウルトラマン造形めちゃくちゃいい。ちゃんとこのね、細いライン塗装してるのが嬉しいですね。最近やっぱこの細いラインが結構ね、肝になってくるので、ここ塗装してあるのが嬉しいところでございます。1個590円っていうところ649円、値上がったね、値上がったね、ということで9月発売でございます。何日っていうのはまだないのかな、ないみたいですね。っていうところでウルトラマン系の食玩はとりあえずこれでおしまいかな。ガシャポンから、アルティメットルミナス、ウルトラマン20弾、ついに来ました20弾、待望のウルトラマンネクサス、アンファンスということでね、いや、待ちに待ったウルトラマンネクサス、アンファンス登場でございます。このね、目のこの縦の筋がね、再現されてるのがとってもいいですよね。造形がすごくいいですね。この腰を落としたポーズがとってもかっこいいのと、あとはクロムチェスターというところで、アルファ、ベータ、ガンマとストライクチェスターがね、ラインナップっていうところで、あとは、ウルトラマンレオ50周年記念、ウルトラマンレオの赤カラータイマーバージョンも登場でございます。レオキックのね、赤カラータイマーはね、やっぱり似合いますね、っていうところで、こちらもね、登場というところで、あとは解体中ビルプラスルミナスユニットっていうところでですね、こちらも登場でございます。ウルトラマンネクサスアンファンスに関しては、こちらのガシャポンオンラインの方でなんとかゲットできたんですけども、ウルトラマンレオの方はまだちょっとゲットできてないので、まぁ、店舗で回ったら、またちょっと回してみてもいいかな、なんて思いますね。
まあ、ただちょっとこの辺が出るのがね、非常に怖いところではあります。はい。続きましてが、橋本美穂のウルトラ怪獣掘ってみた。というところで、こちらは何なんでしょうか？すごく趣のある、温かみのある造形の、ゴモラ、バルタン、ウーニ、ピグモンというこの4種類でございます。動物たちのありのままの姿を木彫りにする、肖像彫刻を得意とする橋本美穂氏が、魂がこもるように怪獣たちを彫刻を制作しました。ウルトラ怪獣を知らない女性も欲しくなる、温かみある仕上がりになっています。素材は PVC となりますが、木のテイストを再現した彩色を施しますっていうところでね、木じゃないんだ。確かに本当に木っぽいような塗装がねありますよね。まあ、実際はこういった猫ちゃんかわいい、犬ワンワンかわいいとか、こういったですね動物を普段は作られているそうなのですが、今回怪獣を掘ったっていうところですね。確かにでっかいラインナップが、バルタン星人、ゴモラ、そしてビグモン。で、一番ちょっといいな。すごい似合ってる。こういうコンセプトにとっても似合ってるウーが。うん。っていうところで、90ミリなの。でかいですね。っていうところで、結構ボリューム感もあって良さそうですね。こちらが一回800円っていうところで、まあ、昔は分も高くなりましたね。こちらも多分店舗出回るですよね。今こちらもねガシャポンオンラインでね登場してたみたいなんですけども、多分店舗でも出回るんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。そして最後ウルトラアーツからぐん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 と9月発売のウルトラアーツはまずはこちらでございます。想像力を解き放てウルトラマンアーク。早いね。7月始まったばっかりですけども、9月でもうね、ウルトラマンアークで登場でございます。9月14日ね、発売っていうことで、もう早々に SH フィギュアとか早々に発売っていうところで、今一番ホットで熱いタイミングで SH フィギュアウルトラマンアーク遊べるのは嬉しいですね。造形もとてもいいし、アークファイナライズのポーズも綺麗に決まるのと、あとはね、アークアイソードも付いてるので、かなり遊びがいがあると思いますね。なんか、アーツに合うぐらいのさ、アクリル板というかさ、なんか、そういうの買ってきてさ、アークギガバリアって僕はやりたいですね。まあでも、いつかアークギガバリアは、中で出るんだろうな。でも、アークギガバリアやりたい。っていうところで、こちら9月の14日発売でございます。4400円特別価格で安い !4400 円でございます。これはもう絶対ゲットですね。私も予約してありますので、楽しみでございます。続きましてがウルトラマン X ベータスパークアーマー&ハイブリッドアーマーオプションパーツセットでございます。ついに来ました、ベータスパークアーマー劇場版携帯。嬉しいですね。劇場版携帯のニュージェネってウルティメイトファイナル以外でオーブトリニティがあります。オーブトリニティ今度出ますってことで、まあ、続々とね劇場版携帯のウルトラマンが SH フィギュア化されているわけですけれども、ベータスパークアーマー出ます。そして、ハイブリッドアーマーオプションパーツセットっていうところなので、こちらですね。ゴモラアーマーの胸と肩、エレキングアーマーの肩と、ベムスターアーマーの盾と、ゼットンアーマー、そしてエクスラッガーっていうところですね。ハイブリッドアーマーを再現できるっていうところでございます。でね、こちらベータスパークアーマーですね。ウルトラマンさんとティガさんとね、並んで、こうやって並ばせたら絶対かっこいいやつ。いやー早くやりたいですね。楽しみですね。というところでこちらも9月発送でございます。そしてこちらも待ちに待った SH フィギュアーツ真骨頂製法イーヴィルティガー。はい、ということで中村さんの体型をボディスキャンして作られたイーヴィルさん、いやちょっとこの画像を見る限りはイーヴィル玩具史上最高の出来なんじゃないってちょっと思ってるぐらいかなり出来が良さそうので、一番期待してると言っても過言ではない、かなり楽しみですね。というところで、うわかっこいい、かっちょいというところでね、ウルトラマンティガーとこうやってね対決させてボタン連打もしたくなりますね。はい、この写真ですよね。もしもイーヴィルティガーがイーヴィルではなく正義のために戦うウルトラマンだったらっていうね、このねスチール再現ね、かっこいいですよね。ということでこちらのイーヴィルティガーもですね9月発送っていうところで楽しみでございます。そしてで、魂ストア限定商品として、SH フィギュアウルトラマンのベスト版っていうんですかね。こちらが登場するみたいですね。
記念すべき一番最初に発売した SH フィギュアーズのウルトラマンなんですけれども、そちらが魂ストア限定として、新たにパッケージが新しくなって出るみたいですね。まあ、基本的にはね、変わらないと思うんですけれども、これもこれでね、すごくね、出来は良かったんですけど、やっぱり真骨頂がね、出てしまったのでね。なかなか、このウルトラマンで遊ぶ機会も少なくなってしまったんですけれども、こちらもね、登場というところで、こちらもチェックしてみてください。はい、ということで、今回は、9月発売ウルトラマンおもちゃ情報を見てまいりました。まあ、今月は、アーツがかなり熱いですね。アークに、イービルに、ベータスパークアーマーにっていうところで、かなりアーツが熱いなっていうところはありますね。あとはね、まあ、ノイズラーとかギバスとかソフビも出ますから、こちらも楽しみにしたいと思います。はい、ということで、以上、デルキャストでございました。それでは、バイバイ。